高は絶対に止まらないんです。とんでもないことになる可能性が高いっていうことですよね。どうもこんにちは、太田です。今日はですね、2024年日本がやばいというテーマでお話をしていきたいと思います。2024年日本がやばいんですよ。やばいんですよ。いや、やばいんですよ。3回言いましたけれども、実はですね、やばい理由は3つあります。この理由を持って日本からもう海外に出るよと言っている人をたくさんいますし、もう出ちゃった人も結構いらっしゃいますしね。私日本好きなんでなかなか出たくはないんですけれども、これ本当にね、行くとですね、日本に本当に住めなくなるかもしれないという、最後にそういう話もしようかなと思うんですけれども、ただね、やっぱり状況を把握して正しく理解した上で対策はできるんですよ。これについてもお話をしますので、まず最悪の3つの状況、これをお話をしていきたいと思います。で、まず1個目、増税ラッシュ。分かりやすいですよね。今ね、もう2023年にもどんどん増税してますし、インボイスも導入されたしですね、いわばミサイル買いますから、そのためにですね、国民の皆さんから増税させていただきたいということを、戦前の日本かというか、戦中の日本ですね、今やってることはですね、そんな状況で今私たちはどんどん増税ラッシュです。そもそも日本っていうのは今年世界2位になったんです。今までは3位とかそれぐらいだったんだけども、2位、もう1位2位レベルの話になってるんですよね。要するに私たちが働いたお金の半分以上持ってかれるんですよ。これ日本だけですから、とんでもなくないですか。他の国と比較してですよ、消費税が日本は低いとかって、確かにそうなんだけど、いろんなものをね、ワン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 と取っていって、気がついたら半分以上取られてるっていう状況に今年なっちゃった。とんでもないことですね。どんだけ日本人いじめればいいのということですよね。そこぐらいの状況まで実は増税ラッシュ来ておりまして、いろんな形でですね、税金取られてるじゃないですか。これって本当に大問題で、大企業とかは税金は結構いろいろごまかされしたりね、すること全然できるわけなんですよね。だからそんなにダメージないんですよ。インボイスなんかはものすごく分かりやすい例だったと思うんですよね。中小企業とか個人企業家とかがある意味で本当に狙われて、完膚なきままに潰すぐらいの意思ですよね、あのインボイスって。とんでもない話ですよ。小さな芽をとにかく摘むみたいな、そういうことをですね、かなり今国は全体を挙げてやっています。どんだけ搾取すればいいんだっていうぐらいですね、これ怒って当然なレベルの増税をしてるんですけれども、これについてはね、ムカつくけれどもとりあえず仕方ねえかっていう形でですね、日本人はすごく優秀というか真面目なので、どうしてもそこに関してですね、わーって何か一気みたいなことを起こす。海外ではそういうことをやってますけれども、なかなか日本ではね、そういう文化がないんでやらなかったりして、なかなかね、デモとかそういうものにならないと増税されてるってこと分かんないから。しかも給料も上がってないわけですよ。給料上がってる上で増税されたんだったら、道理は通ってますよね。だけど給料も上がってないのに増税されてるってことは、右腹殴っといて左腹も殴り始めるっていう、とんでもないですね、ダブルパンチをやり始めてきて、ボディーブローのようにですよ。で、税金とかって分かんないじゃないですか。なんかなんとなく収入減ったなみたいな感じなんですけれども、こういうことですよ。で、あとは増税も含めてなんですけれども、日銀のね、金利が上がってるんですね。一応中小企業って話で増税っていうこととつなげて話すならばなんですけれども、金利上がってるんですよ。で、金利が上がるってどういうことかっていうと、普通の中小企業ですね、特にその仕入れ系にお金が必要で、銀行と密に連携を取りながらですね、銀行と借りながら、そして返しながらみたいなことをやっている会社さんにとってはですね、かなりピンチなんですね。それやっちゃうと返さなくなるかもしれないってなっちゃって、お金ももう返さなくなるって言って、もう倒産なんですよね、金利上がっちゃうってことはね。こういう状況なんですね。これに関してなんですけど、中小企業実はダメージあるんです。これ金利の問題っていうのは、実は大企業はほぼ関係ないんです。ノーダメージなんです。だけど中小企業はものすごくダメージ、地銀とかに借りてたりとか、そういうことになっちゃうと本当にダメージがむちゃくちゃ受ける。だけど大企業はもう国債だって外国債とか、そういうところに、大企業ってほとんど今株主外国人なんで、お金は外国にありますから、日本の企業はねほとんど取られてるみたいな感じになってるから、全然大企業はダメージないですって感じなんですよね。そして中小企業が本当にボディーブローのようにダメージを受けまくって倒産していくってことなんですね。だから給料も下げられるし、あるいは倒産する、そういう状況に今社会全体がなっているってことなんですね。だから増税してくどいことやりやがる増税のメガネの人って思うかもしれないけども、それ以上に実は深刻な状況になってるんですね。だから入ってくるお金自体がそもそも減ってるっていうこと。
ですね。その状況の中でいろいろ搾取してるからですよ。どんだけ働いても働いても暮らしは一向に良くならずみたいな状況に、戦前とかそういう蟹高専とかそういうレベルですよね。かなりもうフラストレーションも国民に溜まってる状態ですよね。明らかにやってるわけだから。でそこをまあ首相はとりあえず減税しますって言って、大した減税じゃないことをやって品縮を買ってるわけなんですけれども、とはいえ今の首相のこの問題についてちょっといろいろ言っていいのかわからないけれども、今もう完全にアメリカに乗っ取られてますんで、政策とかね、自民党内部からも大不満ですよ。あんなスキャンダルがあったにもかかわらず何もせず、だから今自民党の中でもかなりのプレッシャーが今かかってるっていう状況にあります。選挙とかね、そういうことがあるかもしれないんですけれども、まあとりあえずそれは置いときましても、ただねそのまま言っても勝てないから、なかなか解散とは難しいとは思ったりはするんだけど、わかんないね。とにかく岸田さんに対するフラストレーション溜まってますし、このまま大体ね暴走していくっていうのが一番怖いんですよね。もう増税増税増税ラッシュっていう感じで、まあ、変わってもやること多分変わんないとは思うんですけどね。ということで、その1点目が増税です。そして2点目、物価高。もうこれ原材料が今年もまあガソリンとかもう上がったじゃないですか。そしていろんなものが上がってるんですよね。人参とかもなんかもうすごい値段になってましたよ。 1.5 倍とか2倍とか物の値段上がってません？スーパー行って皆さんどうですか？結構測ってるなっていう感覚あるんですけどね。そういう状況になってませんかね。ということで物価高なんですけど、これも一気に加速する可能性があります。でそれは一体なぜかというと、中東戦争が起きた瞬間にもうこれは大変なことになる、ハイパーインフレ突入ってことに間違いなくなりますよね。というのも、私たちの生活品の中で石油使ってないものいないし、新しい食品を作るにあたってね、石油使わないところってないですよね。それ野菜だってそうですよね。石油使わないとハウスとかできませんから、いろんなところで石油使うわけですよ。だからもう石油上がりました、はい、リッター、はい、倍ですとかって言われた瞬間に、ああもうダメですみたいなところになるのってむちゃくちゃ多いんですよ。でそれで物流とかも上がっていくでしょ。だから物価高は絶対に止まらないんです。日本がどう立ち回るのか正直わかんないんですよ、今の段階では。ただ中東で本当にドンパチが起こっちゃって、日本がちゃんとした立場を出さない限りは、そうなると石油止まっちゃってとんでもないことになる可能性が高いっていうことですよね。他にももうそもそも物価が今上がってる段階で、もう来年ももっと上がることが予想されてるわけなんです。これはかなり厳しいんじゃないかなというふうに思います。でそうなるとですね、やっぱり家計やりくりができません。でどんどんと消費は停滞していくので、当然のように経済的な復興なんてありえませんね。あんなに増税までしといて、まあ行き着く先はどこに行くかっていうと、いわゆる簡単なグレートリセットですよね。配給職とかそういうレベルに場合によってはなる。少なくとも戦争が始まったら確定なんで、配給職、日本だって配給職になってましたから、それは深刻な事態になったらですね、もうある意味でですよ、預金封鎖が起きたのは戦後ですけれども、戦中は配給職でしたから、お金の預金封鎖の問題っていうか、戦争に入った時点でもう配給職なんですよ。相当の富裕層は大丈夫だった、ある程度の富裕層も一応大丈夫でした。なんだけど普通の生活の場合はもう本当にそれがダメージを食らうっていう状況になってきてるんですね。というか日本全体が沈んでるので、日本全体のところですよね、問題に関わってくるものに関してはやばいんですよね。だから組織として日本に組織の主体があるようなところに勤めてる方っていうのはかなりやばいよっていうことがまず言えるわけですね。だから配給職になっちゃう可能性がある。これが二つ目です。物価高ですね。これは多分値上がり止まりません。戦争とかそういった何かボーンと起きたらかなりやばい状況に一気に来ます。考えたくはないんですけれども、三つ目。はい、自然災害です。地震ね、とか。もうすでに自然災害という意味で、結構干ばつとか今年の、やばかったじゃないですか。何を考えてるんだっていうぐらい、これも含めてですけれどもね、収穫に今ものすごく影響が出てるわけなんですけれども、自然災害かなり厳しかったですよね。台風もそうですし、それだけじゃなくて、やっぱり地震が怖いんですね、来年は。2024年は、実はやばいと言われております。これはいろんな情報筋、を元に喋っております。これは信じなくていいんですけれども、東洋西洋の先生術でも来年はやばいんですよね、ということもあり、それだけじゃないですよ、いろいろと科学者も今こんなに溜まってる、いやこれはもうエビデンスですよ、エビデンスレベルで2023年にこれだけのことが起きて、今すぐに何が起きてもおかしくない、2024年あたりにフラストレーションが一気に溜まって爆発っていうことは十分に考えられるっていう話を専門家はたくさんしてますよね。ですので、一気にこれがもし起きたならばですよ、例えば南海トラフが
か起きたならば国家が破綻するって言われてますから、もうその復興支援にですねむちゃくちゃお金かかりますんで、それやってるうちにですね国が滅びちゃうっていう可能性ってあるんですよ。だから南海トラフが一発起きたら首都直下も連続で起きるわけですよ。そうすると連鎖するからね、2連撃なんですよね。ちなみにいろんなインフラすべてその復興にむちゃくちゃお金かかるわけなんで、一番簡単に焼け野原になる方法は地震が起きる方法、そしてなぜか起きるようにする方法っていうことがあるんですよね。でそれやると一番楽なんですよね、為政者的には。なぜならば目指してるのが全部配給食とかにしようみたいな、そういう世界なわけじゃないですか。だから一回焼け野原にするにはいろんな手段ありますけれども、徹底的にやろうとしてるなという感じがいたします。だから完全にもうそうやった瞬間に私たちの主権全部奪うことができるじゃないですか、まあ、主権がなくなるイコール奴隷ってことなんですけれども、奴隷に簡単に持っていけるんですよね。でそれを望んでるのか望んでないのか分かりませんけれども、マイナンバーみたいなね、そういうもので管理をしていこうという意味が分からないことをずっとやっている政府の人々から考えるならば、十分にこれも起きなくはない、自然なのか自然に見せた何なのかは分かりませんけれども、これで3つです。3つなんですけど、一応ちょっとだけオプション的に1個。まあ戦争っていうのがね、たくさん起きてますけれども、見えない戦争っていうのも起きてるわけですよ。なんかミサイルをたくさん作ってるわけじゃない？日本では。そのミサイルの工場っていうのが、まあできて、2023年生産が始まりましてですね、それをですね、国民に撃てっていうね、あの命令を出す法案が可決されるんですよ、2024年に。こうなっちゃうと、やばいんじゃないのっていう。強制的にミサイルを国民に撃てという。まあミサイルつっても分かりますよね、人体にを狙ったミサイルなんですけれども、それがあり得るんじゃない、もうこのチャンネル見てる人ならまあ察しがいい人分かるけど、これが強制化される可能性がある、これが一番怖い、あんまり考えたくないんだけどね。ここになった時どうするかって問題ということで、3つプラス1ということでお話をしてきましたけれども、希望はある、まだまだそこからね逃れることができるっていうことができます。答えを言いましょう。大変な道のりではあるんですけれども、もし今目の前の組織が崩壊したとしても生き延びられるような方策を自分の一人の手で持っておくっていうことです。自分の名前で、自分の体で、自分の仕事で人に価値を提供して何かを交換できるようなものを持っておくっていうことなんですね。これは組織というふうにしてしまうと組織が一気に崩壊する可能性が2024年はあるということなんですよ。大企業だったらまだいいかもしれないけど、大企業だっていつリストラなんて分かんないですよねっていうこともある。大震災が来たら大企業に勤めても全く関係ないですから、はい、そうなっちゃった時どうするかなんですね。で資産没収される可能性あるし、この場合はもう自分一人で生きていくしかないんですよ。焼け野原でも生きていくしかないっていう、この覚悟を持っておくっていうことがまず一つだと思ってます。というかまあそれ以外に私は道がないとすら思っています。だからご自身の名前でお金が入るような活動、仕事、副業というものを今のうちからちゃんと準備しておくっていうことが必要になるっていうことですね。かなり難しいですよ。簡単ではないです。すでに勤められている方がそういうようなスキルを身につけるというのはすごく大変です。私はたまたま大学院でフリーターだったんで結構まあ早めにできたんですけれども、普通に勤めながらやっていくっていうのはかなり大変なことだというのはよくわかってます。だけれどもその知識をね最低限知っておくというか、ある程度学んでおくっていうことは僕は最低限必要だと思ってますので、ぜひですねそこら辺のアンテナはやっぱり持っておくってことが必要になります。で実際にはいドカーンって来た時に、人間にはお尻に火がついた時に本気でなれるっていうことがありますから、勉強してなんか結果が出ないぞっていうのでそれはそれでいいんです。ただやったことがあるのとないのとでお尻に火ついて走っていく方向が分かってるか分かってないかで違ってくるわけですよね。ですので自分なりにその手段を模索しておくってことです。結果が出るか出ないか関係ないです。模索しておくということが必要なんです。そのアクションを一個でも取っておくってことが必要になるっていうのが今日の話でございました。もうどうしようもないですからね。外側で起きる出来事っていうのに関して私たちコントロールができない。だからコントロールできるのは私たちだけなんですよ。全てのものが崩壊したとしても生き延びられるような技術を自分なりに、これ人それぞれなんで人それぞれに見つけていくということが今日の結論でした。ということで3つお話をしました、増税、そして物価、そして自然災害の3つでした。プラス1として体に向けた注射という話なんですけれども、まあいずれにしてもですね大変な2024年になりそうですので、今のうちからしっかりといろいろな形で備蓄も含めてですね今のうちから模索しておくということをお勧めしたいなと思います。
ります。ということで、役に立ったなと思っていただけた方、確かにそうだなと思っていただけた方はぜひですね、いいねボタン押していただけると幸いです。そしてですね、このチャンネルではこうしたサバイバルの状況の中でどうやって生きていくのかっていう情報を日々発信してますので、ぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして概要欄の方にはサバイバルセミナーというものをプレゼントしておりますので、概要欄をぜひですねクリックしていただいて、ぜひそちらをご覧ください。2025年まで生き延びられるのか、2024年どう生きるのかについてお話をしてますので、ぜひご視聴いただければと思います。ということで、今日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次のビデオでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。